はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個にコスタコーヒーヘーゼルナッツラテ、このカフェをですね混ぜて飲んでみました。で、香りがですね、アーモンドの香りがしました。アーモンドのいい意味で精製されていないアーモンドの香りで、味もですね、アーモンドをミキサーで、ミキサーは言い過ぎかな、こうアイスピックとかでこうぐちゃぐちゃにしてすごい細かくしてですね、それをコーヒーにこう混ぜたような、でそれを飲んだようなアーモンドの味わいもありました。まあ基本的にはコーヒーであると言っていいと思います。で、生卵50個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっていると言えると思いますので、ぜひ皆さんも混ぜて飲んでみてください。 NFT のですね 95% が資産価値ゼロになってるっていうニュースを見まして、去年か一昨年ですかね、 NFT とかメタバースとかものすごい盛り上がってましたけれども、まあ結局こういうことになってしまったということなんでしょうか。僕はですね、 NFT 自体には手を出してないんですが、イーサリアムにですね、まあ若干こうお金を入れてまして、まあ少しだけ買ってるんですよ、イーサリアムも。で、買ってそれ以来全然見てないんですが、なかなかこうバズらなかったみたいですね。 NFT と同じようにメタバースっていうのも一時期すごい流行りましたよね。で、僕はですね、この現実世界に全く未練がないので、早めにですね、まあソードアートオンラインのように仮想世界に行きたいなと思ってるんですが、まあメタバースも全く聞かなくなりましたね。やっぱり一時の流行りだったのか、まあそれともまあその SAO みたいにね、こう脳みそとつなげて完全にこうマトリックスみたいな世界に行くっていうのは、さすがにまだね、あと100年ぐらいは最低でもかかるでしょうから、まあ、メタバースって言ってもね、今の VR 技術に毛が生えた程度になるんだろうとは思うんですけれどもね。まあ NFT っていうのはね、どうなんでしょうね。すごいみたいな話だったんですけどね。流行り下げっていうのはやっぱりどうしてもあるんでしょうね。まあ、そういう意味で言うと、まあ赤で飲水というか、なんかいきなり僕の企画の話しちゃいますけど、生卵10個とビタミン C と食物繊維を飲み続けるっていうのは、僕はもう流行り下げとか関係なく、まあ今チャンネル登録者数さっき確認したら480人ぐらいだったんですね。で、まあこれからですね、まあどれぐらい増えるのか分かりませんけれども、まあそもそもまだ全然始まってもないんですが、まあもしね、将来うまくいって、うまくいったとしても、やっぱりいつかはオワコンになるというか下火になるんだと思うんですよね。で、またオワコンになった後にまたその再燃する可能性もゼロではないと思うんですよ。でもそれでも僕はですね、死ぬまで、僕の寿命が来るまでですね、お迎えが来るまで、この企画は絶対に続けようと思う次第でございます。まあ独身男性の平均寿命が67歳なので、67歳ってことはですよ、今国民年金の受け取り開始年齢が65歳ですから、私たちが老後の頃はですね、多分受給開始年齢70歳とか75歳になってますから、まあ、我々はの世代はですね、受け取れないのではないかと思いますし、まあ、そう考えると、イデコって、まあ僕イデコはやってないんですが、とにかくニーサだけやってるんですけども、イデコをやってもですね、イデコって60歳から引き出せるわけですよね。7年間しか受け取れないっていうのも、それはそれで寂しいなと思いますし、僕は、その、仕事に関してはですね、まあ、YouTuber という仕事が残ってるかどうかわかりませんが、まあ、この企画というか、広告活動はですね、生涯やると。つまり生涯現役であるわけですから、必要以上にですね、資産運用する必要はないですし、まあ、正直僕程度の所得で資産運用やっても、まあ、たかが知れてると言いますか、焼け石に水ですので、まあ、今をね、楽しむこともやっぱ大切だと思いますね。ダイウィズゼロっていう本がありまして、アメリカの本なんですけれども、まあ日本にもすごい似てるなと思ったのが、やっぱり老後になってもお金を使わない人っていうのはたくさんいるらしくて、日本人でもたくさん、日本人でも多分いると思うんですよ。年金だけで生活して、その老後のために貯めた貯蓄をほとんど切り崩さないっていう人は、アメリカもそうなんですって。で、死ぬ時に結構な額を残して、まあ死んでいくというそうなので、まあそれってもったいないですよねっていうことなんですよ。あとやっぱ若いうちにお金を使った方がお金から引き出せる価値がですね多いのではないかと、まあざっくりとそういう内容だったと思うんですが、まあ、まさにその通りだと思うんです。で、まあ僕の場合ですね、彼女いない歴年齢なので子供いないですから、絶対このままいないと思うので、お金を残す意味もないですし、今をね楽しんで生きた方がいいんだろうと思います。ということで、まあこの企画はですね、もう絶対に続けますので、まあ入院したりとかするとそれは一時停止になるっていうのはやむを得ないんですが、もう絶対ずっとやりますんで、よろしくお願いしますということでございます。はい、ということで現場から以上です。